再開いたします。次に松崎新議員に質問を許します。松崎新議員。私は社会民主党市民連合の一員として先に通告した項目で質問を行います。第7次総合計画と市長マニフェストについて質問いたします。第7次総合計画は会津若松市議会議会基本条例、会津若松市自治基本条例に基づき議会で議決し策定されたものです。一方の市長マニフェストと公約とは選挙の時に個人的に約束した政策であります。つまり総合計画とマニフェストの位置づけは大きく違うものと私は認識しています。本市は総合計画に基づき政策施策を市民に公表し、事務事業ごとに住民福祉の向上に向け計画的に継続して取り組んでいます。例えば首長の個人的な考えに基づくまちづくりを強引に行うとすれば、そうしたまちづくりの計画は間違いであると私は認識するものです。またやりたいこととやらなくてはならないことを熟議し進めることが大事であると考えます。そこでまちづくりと社会保障制度について伺います。国が進める2040年を展望した社会保障制度の充実と財政問題は各自治体の課題であり問題であると認識しています。国はこれまで進めてきた給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保を行い、新たな局面に対応した政策課題として現役世代の人口が急減する中での社会の活力維持向上と労働力の制約が強まる中での医療・介護サービスの確保であるとして、そのために政策課題を総合的に検討していくこととしています。社会保障制度の年金・医療・介護・子ども・子育てを継続しさらに充実のためには裏付けとなる財源確保が課題となります。本市においては住民が一定水準の生活を確保し安定した社会生活を保障するために支出されている経費である民生費が増えています。平成20年度と平成25年度の29年度の比較では、平成20年度は約132億円、目的別歳出の割合で 30.7%、 平成29年度は約200億円、目的別歳出の割合で 39.3%、 その差は金額で約68億円、8.3 ポイント増えています。この10年間で医療制度、介護保険、障害者、子ども子育て支援サービスが充実する一方で、利用者が増え、サービス量の増加等により、本市の民生費が増えています。今後は国の社会保障制度の見直し、医療費負担、介護、障害者、子ども・子育て支援等のサービスが増えることにより、さらに民生費の負担が大きくなることが想定されます。本市、まちづくりとソフト事業である住民福祉向上に向けたサービスの充実と、施設建設、公共施設のマネジメントなどの事業をどのように進めるのか、認識をお聞きいたします。町の拠点整備の在り方についてですが、新庁舎建設については、整備基本方針について理解するところですが、問題として私が認識しているのは、市民への丁寧な説明責任の在り方です。市民が参加して、一方的な説明に聞こえないような進め方、意見交換が行える話し合いの場、そして年齢、階層別、地域別、特に若い方々との話し合いの場を設定し、進めるべきと考えますが、認識を伺います。また、なぜ新庁舎の建設規模、
費用変更縮小が必要となったのかお答えください。私は計画などの変更については柔軟に対応することは当然のことと認識するものです。県立病院跡地利活用については平成29年10月10日総務委員会協議会で第7次総合計画の位置づけ、これまでの検討の状況、今後のスケジュールが説明されました。本市が平成29年8月から11月までに県立病院跡地利活用懇談会の開催、福島県は12月までに病院跡地の医療廃棄物処理、残工事、土壌汚染調査を行うこと、平成30年1月まで福島県が境界確定、不動産鑑定評価を行い、そして平成30年度は用地取得及び整備基本構想を策定し、平成30年度当初予算に計上を予定すると説明を受けました。その後、平成30年8月29日、総務委員会協議会で旧会津総合病院跡地に関する想定スケジュールが説明されました。平成30年度中に契約事項を協議し、協議書を締結し、県議会及び市議会への議案提出の調整を行うこと、そして平成31年度上等予算の議決後、仮契約へ、仮契約締結後、財産の取得議案を議会に提出をすること、財産の取得議案の提出は定例会の9月または12月を予定していること、契約に関する事項では、譲渡期間を平成31年度以降とする、基本的には平成31年度中を目途とし進める、売買代金の支払いは市町村振興基金、被災活用による一括支払いとし、売買対象土地は病院敷地、県有地分のみとすること、面積は24,920.51平方メートル、不動産鑑定評価額は平成30年1月1日現在、8億3000万円、そして県有財産譲渡契約書をもとに協議を行うものとすることの説明を受け、さらに平成31年4月、県立病院跡地利活用基本構想が作成され、公表されました。そこで伺います。総務委員会協議会で説明されたスケジュールや契約に関する事項が進んでいません。財産の取得に向けたスケジュールの変更があるのかないのかお聞きいたします。また、なぜ協議が進んでいないのか、その理由をお答えください。第7次総合計画と財政状況から、県立病院跡地利活用については、再考することも視野に入れ、見直しする考えがあるのか伺います。駅前整備計画について、平成27年1月29日、JR 東日本会津若松駅前広場の整備にかかる勉強会が、JR 東日本仙台支社、JR 貨物、会津乗合自動車、会津若松市の4社で設置されました。その後、平成28年度当初予算に、会津若松駅前公共基盤調査業務委託事業が計上され、調査が行われました。その調査結果については、平成29年3月10日、総務委員会協議会で報告されました。この調査の目的は、本市の玄関口であり、交通のハブである会津若松における、会津若松駅における公共交通の動線や、広場等を考慮した公共基盤を整備し、利用者などの利便性の向上と安全性の向上を図ることとしています。その後、平成31年2月定例会当初予算に、会津若松駅前都市基盤整備事業費が計上されました。この目的は、会津若松駅およびその周辺地域に求められる都市機能を高め、地域の方々に親しまれる町の拠点の形成をすべく、官民連携による基盤整備を推進するための基本構想の策定に要する経費であるとの説明がありました。この会津若松駅前都市基盤整備事業は、道路網の整備のための調査なのか、駅前再開発のための調査なのか、認識をお答えください。町の拠点にかかる事業費は、原則、この町の拠点整備等基金からの支出と考えているのか伺います。町の拠点事業は4つの施策があり、新市建設計画の推進、市役所庁舎の整備、会津若松駅前の整備検討、未利用用地等の利活用検討、この中には県立病院跡地などが入っています。町の拠点事業について、4つの施策をどのような優先順位で具体化していくのか、現時点での考え方をお聞きします。また、
町の拠点整備等基金だけで事業を行うことは困難と考えますが、事業の裏付けとなる財源についての考えを伺います。町づくりと財政規律について伺います。本市の財政規律と被災管理についてですが、本市の財政運営は地方交付税や国庫支出金など依存財源の占める割合が高く、国の制度により大きく左右されることとことから、長期にわたる財政制度の把握をはじめ、不確定な要素や見通しきれない要因が多い中では、長期財政計画を策定することは困難であると理解するところであります。議会としては、第7次総合計画において表明された前期・後期の財政見通しや、新市建設計画における財政計画を参考にするとともに、毎年度更新される向こう3年間の中期財政見通しを注視し、国の動向に基づく財源の見通し等を踏まえて、財政の維持か持続可能性について調査研究していく考えを明らかにしています。被災管理の在り方については、普通会計の基準により、単年度ごとに新規被災発行額を元金償還額以下に抑え、この取り組みの結果、被災残高や交際費、実質交際比率の低減が図られてきました。一方で、元金償還額が毎年減少する中にあって、普通交付税の代替措置である臨時財政対策債の発行が求められているため、結果として投資的経費に充当する資債の発行額を抑制する必要が生じています。そのため、まちづくりに対する財源を確保する視点から、新たな資債発行のルールを検討するよう、平成30年2月定例会において要望的意見を取りまとめました。執行期間では、平成30年9月に資産管理の方法について見直しを行い、資産管理の対象から臨時財政対策債の発行額及び元金償還額を除外し、投資的経費に充当する資産を管理の対象とするとともに、資産管理の期間を平成30年度から庁舎整備が本格化する前の平成33年度までの4年間とし、普通会計の基準において、投資的経費に充当する資債の新規発行額を4年間合計で元金償還額以下に抑えるという考え方を表明しました。その後、平成30年12月定例会において、小中学校における空調設備の整備にかかる補正予算を議決したことで、平成30年12月定例会時点で4年間合計で新規資債発行額が元金償還額を約6億9000万円上回る見込みとなることが明らかとなりました。令和4年度以降は、本庁舎の整備や県立病院跡地の利活用、会津若松駅前の整備、公共施設マネジメントの推進等も控えており、財政健全化の観点から、資産管理の在り方については、これまで計画されていた事業に加え、新たな事業が発生した際には、高年度負担の平準化を考慮する必要があると考えます。私は新規大型事業ありきではなく、住民福祉サービスの向上に向け、さらなる財政規律と資産管理について継続して取り組むべきと考えますが、認識をお聞きし、壇上からの質問を終わります。松崎新議員のご質問にお答えをいたします。はじめに、まちづくりと社会保障制度についてであります。本市では第7次総合計画をまちづくりの指針とし、参画と共同による地域資源を生かした新しい会津若松の創造に向けて住民福祉の向上に取り組んでおりますが、社会保障費の増加が続き、地方自治体の財源が限られていく中にあって、健全な財政運営を図りながら、市民サービスの維持、向上や公共施設のマネジメントを実施していくことが求められております。これに加えまして、会津若松地方広域市町村圏整備組合の廃棄物処理施設整備をはじめ、庁舎整備、会津若松駅前都市基盤整備、県立病院跡地利活用といった大型事業についても、持続可能な財政運営を前提としながら進めていく必要があると認識しております。従いまして、これまでの行財政改革の取り組みや、
行政評価による施策評価、中期財政見通しの作成と新規私債発行額の管理、総額配分方式の予算編成による歳入に見合った歳出構造の堅持など、地道な取り組みを一つ一つ着実に実施してまいりたいと考えております。次に、町の拠点整備のあり方のうち、庁舎整備にかかる説明のあり方についてであります。庁舎整備につきましては、これまでも、鶴ヶ城周辺公共施設利活用構想策定市民懇談会をはじめ、庁舎検討懇談会、総合計画策定にかかる市民会議や審議会、タウンミーティングなど、さまざまな参画の手順を踏みながら進めてきたところであり、また、5月から6月にかけては、庁舎整備基本計画について、市民の皆様との意見交換会を行ったところであります。今後、精査した内容等を市民の皆様へ説明していくにあたりましては、意見交換の中で理解が深まるような手法を検討するとともに、特に幅広い世代の方々の参画が得られるよう、例えばインターネットの活用や参集いただく会場の選定なども含めて、そのあり方を検討してまいりたいと考えております。また、建設規模、費用の変更や縮小につきましては、基本計画の中で、費用の抑制の視点を持って設計を行い、適切な事業の執行を図っていくとしているものの、基本計画に関する意見交換会を契機として、選挙期間中においても、これまで取り組んできた財政運営の健全化に、庁舎整備などが与える影響を心配される意見をいただいてきたところであり、これまでの議会での議論や、議会の町の拠点整備に関する決議などを総合的に勘案し、現段階から将来負担を極力軽減した事業の内容をお示しすることが必要であると判断したものであります。このことから、基本計画における防災の拠点や行政サービスの拠点といった本庁舎としての基本的な機能整備は維持しつつ、整備費用の縮減による財政負担の軽減と、駐車場やアクセス面での利便性の向上に向けて、内容を精査する考えをお示ししたものであります。次に、県立病院跡地利活用についてであります。県との協議につきましては、これまで取得にかかる時期や金額、財源、対象用地、契約条件などについて協議を継続しており、この中で取得財源として予定している福島県市町村振興基金の活用につきましては、建設事業と一体的な用地取得への貸し付けを原則とすることが示されたところであります。このため、財産の取得に向けたスケジュールにつきましては、事業の具体化の状況に合わせて、県との協議に基づき、明らかにしてまいりたいと考えており、これまでお示ししたスケジュールよりは、時間を要すると見込んでおります。なお、事業の実施につきましては、大型事業を踏まえた財政見通しを持ちながら、事業費や実施時期、財源、高年度負担等に十分留意し、総合的に調整してまいります。次に、会津若松駅前都市基盤整備事業についてであります。本事業は、駅周辺の東西道路の円滑な接続による交通混雑の解消や、交通の結節点としての機能向上、歩行者と車の動線を考慮したバスロータリー等の整備による安全確保と利便性の向上を図ることで、本市の玄関口としてふさわしい都市機能を備え、さらには地域内外の人、物、情報がつながり、市民の皆様や観光客の方々に親しまれる町の拠点の整備を目指すものであります。この実現に向けては、今年度、会津若松駅前官民連携基盤推進調査業務では、駅前地区の実態調査、土地配置計画の検討、基盤整備の概略設計、官民連携導入可能性調査などの各種調査を行っているところであります。市といたしましては、主に道路整備を担う考えでありますが、事業手法や整備の枠組み、さらには駅前広場等における民間との連携や民間開発の可能性等についても、今回の調査の中で検討する考えであります。
次に町の拠点にかかる事業費につきましては、それぞれの事業に活用が可能な国庫補助金等及び記載、特定目的の基金である庁舎整備基金などに加え、町の拠点整備等基金や一般財源で対応いたします。対応してまいります。次に町の拠点に関する施策の優先順位と財源についてであります。第7次総合計画において、新市建設計画は推進、市役所庁舎は整備、会津若松駅前は整備検討、県立病院跡地などの未利用地等については利活用検討を計画期間中に行うこととしており、この考え方を基本として事業の熟度や緊急性、財源の見込みなどを総合的に勘案しながら検討してまいります。また事業の財源につきましては、議員お正しのとおり、基金では賄いきれない事業もあると考えており、具体的な事業計画においては、国庫補助金や記載等の活用を検討する必要があると考えております。次に、財政規律と資材管理についてであります。本市のまちづくりを推進していく上で、市民の皆様からの各種行政事業に対して、最大限応えていくことが市の責務であると考えておりますが、そのためにも将来にわたり健全な財政運営を維持していくことが非常に重要であります。限りある財源の中で効果的に施策を実施し、将来にわたる持続可能な行財政運営を図るため、行財政再建プログラム以降、中期財政見通しの策定、総額配分方式による予算編成及び資材管理を財政規律の三本柱として継続的に取り組んでいるところであります。その具体的な規律の一つである資材管理のルールにつきましては、今年度の中期財政見通しの策定作業等を通して、令和2年度及び令和3年度の事業費資材額について、改めて精査し、優先順位を踏まえた年度間の調整を行うなど、可能な限り調整に努めてまいりたいと考えております。また令和4年度以降につきましては、庁舎整備をはじめとした資材活用が見込まれる大型事業を含む各事業について、それぞれの事業費や財源、年次計画等のさらなる精査と合わせて、交際費負担の具体的な将来推計等を行うなど、さまざまな視点から検討していく考えであります。今後も市議会、市民の皆様からのご意見、ご指摘等に真摯に耳を傾けながら、適切な資材管理と中期財政見通しを踏まえた予算編成を通して、過大な高年度負担とならないよう、財政規律を堅持した取り組みを継続してまいりたいと考えております。以上でございます。松崎審議員。まずお聞きしたいのは、まちづくりと社会保障制度の関係です。今、市長から民生費が毎年増えていると、そうした中で市民サービスも維持もしていきたい、向上もしたい、そしてマネジメントも行っている、でそこで大型事業も含めてまちづくりを行ってきた、総合結果10年間ですよ、本当できるんですか。企画政策部長。総合計画の推進にあたりましては、当然ながら財政状況を踏まえながら、いかに効果的に効率的に事業を進めていくかという視点を持たなければならないというふうに考えております。そのために総合計画を推進する一つのツールである行政評価などをフル活用して、財源の見通しを持ちながら、増加していく民生費の中にあっても、より市民のために必要となるような事業、庁舎もそうだと思いますけれども、そういった大型事業も含めて、調整をしながら総合計画の推進をしていくというようなことが基本的な考え方になろうかというふうに認識をしているところでございます。松崎審議員。
基本的な考え方はいいんですが、それでは町の拠点整備の在り方の中で具体的に質疑をしたい。まず新庁舎の建設規模、費用変更縮小が必要となった。答弁では一律市民意見議会決議と言ってますが、それ以外のことはないんですか。企画政策部長。市民の意見は何。見直しする精査を行う理由ということでございますが、基本的には議員お正しのように基本計画、私どもの基本計画を一旦お示しをさせていただいて、その上で市民の皆様からご意見を賜ったということでございますので、それのご意見を踏まえた形での精査というのが大きな理由でございます。松崎新議員。私は違う理由があると思っています。これは大型事業の中の会津若松地方広域市町村圏整備組合以下整備組合と発言しますが、この事業だというふうに私は認識しています。私は広域圏の議員なので、事業内容については分かっておりますが、これ平成30年以降ですね、令和11年まで大型事業があるんです。しかしですね、議会や首長に対しては平成25年度11月にはこの事業費は約158億4000万円だという説明があったんです。ところが平成29年12月に行われた関係自治体の説明会、広域圏のここで示されたのが309億、これですよ、これで私たち議会に示されたのが平成30年12月のです。この大きな理由がゴミ焼却場建設費用100万円です。100億です。そこに説明を我々も受けてなかったのが、中間処理、中期修繕費とか中間処理運営費、これも後からです。このことが結果的に3年間の中期財政見通し取ってたとしても、会津若松の事業は飛んじゃうんですよ。なので庁舎も見直しをしないとこれはできなくなったんじゃないですか。私はそういうふうに理解してますよ。市長。はい、松崎議員のご指摘のその点についてもですね、当然考慮に入れて進めていかなければならない内容でありますが、ちょっと時系列についてはちょっと記憶が正確でありませんが、当然そういう情報に基づいてさまざまな判断をしてきた。ただ庁舎については、基本計画ができましたので、今年の春5月6月にですね、まずはその成果として市民の皆様にお示ししたという経過がございます。はい、議事進行は何でしょう。私は質問したのは、新庁舎の建設規模、費用変更、縮小が必要になったのは別の理由である広域圏、整備組合の大型事業があったからではないですかと聞いてるんです。市長。はい、ですので、先ほど申し上げたように関係課長会議等を通じてですね、会津若松市にも情報を一定程度いただいておりますし、私自身もこれ答弁していいのかな、管理者という立場で情報を用いておりますので、会津若松市としてその点を考慮しなければいけないということは、ございましたので、議員のご指摘についてはその部分も大きな要素の一つだったというふうにお答えをさせていただきます。松崎新議員。次にですね、まちづくりの拠点です。県立病院跡地の利活用については、私たち議会に対しては市町村振興基金記載によるということは説明がありました。その時に条件付きだという
ことは教えていただけませんでした。説明がありませんでした。答弁では建設事業と一体的な用地取得への貸し付けを原則とする、よくわからないですよね。つまり会津若松市が基本構想あるいは基本計画実施計画を立てたどの時点で記載が可能なのか、ここがポイントだと思います。説明してください。財務部長。司祭の部分のご質問でありますので私の方で説明をさせていただきたいと思います。県の振興基金を活用する場合にですね、どのような内容であれば活用が可能なのかというのをこれまで県の方と協議をさせていただいたわけでありますが、その中で貸し付けができる条件ということでは、財政の健全化計画を作る場合と、あと上物整備をする場合はその上物の整備と合わせて土地を取得する場合は活用ができるということになりましたので、今回その上物の整備と合わせてということでご答弁をさせていただいたということであります。どういうことかと言いますとですね、どういう利活用をするのかというものがですね、形として表せない段階でいわゆるその土地だけ先行して購入をするといったような場合には条件としては合わないという内容でございます。以上でございます。松崎審議員。そうしますと先ほどの答弁で時期は示されないとなると、第7次総合計画は令和9年までです。ところがですね、新庁舎もそのぐらいにできるんです。平準化できないですよね、総合計画の中では。わかりました。続いて駅前再整備なのか再開発なのか、市長の答弁では整備に向けて各調査を行いたい、しかしなんですね、一方で民間連携の可能性、ここがどういうことなのかということなんです。民間連携の可能性、これはですね、こういうことですよ。2月の定例会の議会の質問に対して例えば複合ビルも含めたってなってるんですよ、ね、そして6月の一般質問でそれに対する質疑してるんですが噛み合ってないんです。私たち総務委員会で説明を受けた時点ではいわゆる道路網の整備のための調整ですっていうことを言ってるんです。ところがですね、この2月の時点での目的に町の拠点の形成と官民連携による基盤整備を推進するための基本構想というこの言葉が入っちゃったんです。そして今の市長の答弁ですよ。となると会津若松市も再開発事業に加わるんですか。ここがポイントです。建設部長。はい、お答えいたします。本事業につきましては、まず市は道路をつなぐというのがまず一つの大きな目的であります。それに基づきまして、駅前の中の整備が必要になってくるということで、それらを含めた今基本構想を行っているところでございます。で、最終的にはですね、市が主体的に市街地の再開発事業を実施するということは考えておりません。市はあくまでも道路整備を中心として考えておりまして、本事業に合わせまして民間が開発の可能性が出てきて、例えば民間の方でその駅前のビルを作るという話で前そういう答弁したと思うんですが、そういうのを含めまして市としてはその民間が主導する駅前整備が誘導されるようなことにいけばいいなということを望んでいるだけでございます。以上です。松崎審議員。このことについてはぜひ建設部の委員会の中で深めていただければというふうに思います。で、次に大型事業の、裏付けとなる財源、これ結局一般財源だと思うんですよね。基金がないですから。となると部長も答弁していますが、国庫補助や記載基金使ったとしても一般財源が主なものになってしまいます。で、そこで町づくりと財政規律の関係でお聞きしましたが、
いわゆる三本柱をきちんと丁寧にやっていくんだって言ってますが、信じられないんです。なぜか、この間の首相答弁ですよ。大型事業は順番にやっていくと。ところがですね、急に日進館とか話しちゃうから分かんなくなっちゃう。だからきちんとした公人である市長なんだから、責任を持って本会議で答弁をすると。しかも誤解を与えない。大型事業の中、日進館の移設は入ってなかったんですからね。ところが日進館って言った途端マスコミを取り上げて大型事業に入ったっていうふうに思っちゃうんです。そして昨日の答弁ですよ、総合計画云々。ここはきちんと答弁していただきたい。大型事業っていうのに日進館は入ってないですよね。財政規律も丸見えますよね。どうですか。副市長。私の方からお答えをさせていただきます。議員から今ご質問がありましたとおり、市長マニフェストと総合計画の考え方、議員から最初にご提示がありましたけれども、私ども事務方といたしましても、候補者としての市長のマニフェストについては我々としても尊重はしなければならない。しかし、実態として、明確に日進館整備について、総合計画の中に示されたものではない。ただし市長のマニフェストにある以上、事務方としては調査研究協議はしなければならない。これは表に出るものではない。で、じゃあそのことと総合計画の関係はどうか。きっちりとして総合計画に位置づける必要があるものであれば、議会の方にきちんとお示しをしなければならない。これは当然のことだと思います。今の段階で議員が先ほど言われた大型事業の中に日進館が含まれるか、今の段階で大型事業の中に日進館は含まれません。これは明確に申し上げておきたいと思います。松崎審議員。整備組合のですね、大型事業が各自治体のまちづくりに大変な影響を与えているんです。その際、私も議会の中で、広域圏の議会の中で言ってきましたが、情報提供が遅すぎます。そして各自治体の担当者にお伝えするのも遅すぎます。それでは編成できないんです。3年後5年後のまちづくりできないんです。ここはきちんと会津若松市の執行機関からお伝えください。私も議会の中でお伝えします。いかがでしょうか。副市長。今議員をお正しいのことは当然のことかと私ども認識しておりまして、特にゴミ処理施設の問題については我々の負担かなり大きいものですから、担当する市民部等もあるいは財務部含めてしっかりと内部検討をした上で広域圏と協議をしてきた経過にございますので、今後ともその我々の意図を通じながら、当然厚生市町村にも影響のある話でございますので、そういったことを担当課長会議あるいはその上の監視会で、スピードを持って、協議できるような体制を取るようにしてくれという申し入れは今後も続けてまいりたいというふうに考えております。松崎審議員。まちづくりと財政規律ですが、議会はぶれないと思います。市長、ぶれないでまちづくりを行っていきたいと思いますが、いかがでしょうか。市長。はい、私が市長になって2期終わりましたが、その間、大型事業を実はやってきています。学校建設を、行仁小学校はまだ1年目でありますが、これ、多分90億近い事業を、記載も含めて取り組んできています。その中で財政規律を守りつつ、財政、なんでしたっけ、財政指数の改善も見てきたところであります。加えて、港の水対策、これについても7億円ぐらい、これはもう単費でありますから、やってまいりました。でもう一つ、学校の耐震化がございました。震災直後、われわれがこの町で安心して子どもたちに学ばせるためには、学校建設を粛々と進めることと、その耐震補強についてやってまいりました。これ、合わせるとかなりの額を実はやってきております。
しかし松崎議員が冒頭でおっしゃった社会保障費等が今後も増大を見込まれるというのは当然ありますけれども、スクラップした事業もありながらその全体のやりくりをしてきたのが今日今現在だというふうに思います。これからもですね、持ちうる情報をしっかり集めて財政規律をしっかり守りながらも、やるべきことはやらなければいけませんので、しっかり取り組んでまいりたいと思います。